こにいるでしょうか。こんにちは、ナンです。こんにちは、ママです。今日は秘密でねねの新居に来ました。はい、ということで、ここ、はい、今日はねねにドッキリを仕掛けます。どれドッキリかと言いますと、勝手にねねの新居をこのメインチャンネルで紹介していくっていう、ちょっとミニドッキリですね。今日はちょっと緩い動画になると思うんですけど、はい、ねねが一人暮らし始めますよっていう動画を撮ったと思うんですが、やっと始まります、一人暮らし。はい、まだ家具とかはないんですけど、はい、そろそろ始まるということで、初めて今来ました、ここに。はい、モザイクにはなると思うんですけど、はい、まだカーテンとかいろいろついてないし、映すの方はねえねえのチャンネル、うん、の方に、全体は映さないけど、詳しくはサブチャンネル撮るので、はねえねえのドッキリの動画なので反応をご覧ください。それでは待ちます。スタート待ちます。もうそろだよ。ここで合ってるよねって来た。場所？うん。今日は紹介していきまーす。ついに。今日はこちらのお家を紹介しまーす。え、なんでやだ、やめて。ここがリビングで、こっちが。え、どうやって来た？ここが、ガズのパフェ。何？やっほー。みんなどうしたの？今日はこの色を覚えていく。まあ、いかがだろう。何してるの？お邪魔しますか？一人暮らしは、お邪魔しますじゃねえや。ただいまだ。そう、一人暮らしが、そう、いうアピールをしたら、人んちになっちゃった。ただいまって言おうとしたら、お邪魔します。お邪魔しますって言ってた？うん。ここは多分、私のベッドが置かれる。無理です。すげえな。で、こっちに私のドレッサーが置かれる。無理です。けど、無理です。ここに、中間に私のなんていうのかな。皆さん何を言ってるんですか、この子は。グッズが置かれる。私、ここに初めて来たんですけど、今。なんで先にいるんですか、しかも。ねえ、意味わかんない。スリッパある。なんかすぐ予定なんだけど。やば。あと、多分私ここで、くつろぐ予定なんですけど、ここにミミのベッドだって、ミミ入ると思う、ここ。入んない。し、鍵渡さないから入れない。いや、もう持ってるから。わぁ、持ってんの？だって今入ってきたのが。え、それママ。入る。170cm。あとこっちとか。やめて、そっちはもうサブチャンでやるんだ。失礼します。ねえ。匂いがいる。匂いがめっちゃ。なんか一人で紹介してます。あれは多分皆さんカットするんで大丈夫です。配置？うん。配置とかはちょっと見バレ防止にしたいなと思うので、あいつ大丈夫かなって感じですね、今。うん。自由勝手になんかいろいろやってるんですけど。こういう感じなんですけど、ちょっと見に行ってます。ねえ、最悪、本当に。マジですかね。一人で来たの。こういうことないでしょ。あんたたちがおかしいからだから。結構モザイクだったと思うんですけど、全部モザイクです。ごめんなさい。はい、ということで、勝手に来てみました。これはギリどう、叩かれる？うん、ギリ叩かれる。危ない。なんでこっちが危ないとか言ってるの？危ないって何？全部家なのに。みんな非常識って言われます。ダメなんだ。ダメ。小学生。あんまり良くないと思います。ごめんなさい。いくら兄弟でもやっていいことと悪いことがあると思います。私が怒ってきますね。後で。今そうやってやりました。明日顔がここへ。実はこれはドッキリでした。全モザで、夏希さんの反応だけを。え、全モザなの？うん、イエス。ドッキリで全部モザイクなんだ。はい。まあそうよね。じゃなきゃ間取りバレちゃうもんね。うん。
気になった方は、まあ、お待ちください。私のサボちゃん、サボちゃんをお待ちください、はい、お待ちください、まあ、全貌は明らかにありませんが、大体の、まあ、家具とか、そうそう、今ね、見せてもつまんないもんね、正直、うん、正直あ、ラッポマジか、ラッポ、まあ、これからどうなっていくのか、はい、楽しみですね、はい、私も家具決めてるんで、結構私も結構、あの、どこに今置こうかなとか、サイズとか測りめちゃって持ってきたんですよ。いや、もうお前は。私結構、ブランブランのドレスとか、うん、ニトリのベッドとか選んでるんで。ドラえもんが来てちっちゃくしてくれて、ミニチュアのドレスとか。ああ、いいね。で、ミミも自体もちっちゃい。だったらいいよ。で、踏み潰しちゃう。あそんなこと言ってるんですけど、あの、出入り禁止にしたいと思います。出入り禁止はダメです。いいお部屋だなって感じ。いいお部屋、うん、めっちゃいい。なんかあったかい、ね、一人暮らしにはちょっと十分すぎるんじゃないかって感じ。 だから二人暮らし。やだよやだもん。やだよ。でも私は多分マジで本当の話をすると、ここにスペースこんなにあるのっていう場所が一箇所あるね。そこに私はひっそりと住み込みたい。いやでもマジでミミね、セミダブルなんですよ、今回ベッドが。うーわマジで泊まりに来そう。そのためだろ。違うか、マブね。そのためですよね、こうやって言っておきながらね。はぁ、でも別にシングルでも言うて寝れるからね、私は。それなのにそうなる。いつも二人でちょっと遠慮しながら、うん。そう、寝てます。用がなければ来てそう。うん、レイカも来そうだね。レイカ呼びたいね。うん、なんでレイカ呼びたいってない。え、私呼びたくないって感じ。いい反応してくれそうじゃん。え、私どういう反応？なんか甘えてきます。そうそう。うざい。一言で言えば。うざキャラ？で、ルイカはまあ反応が可愛い。ピュアって感じ。ピュアって感じ。そうね。私は。なんか調子乗るから。キャラなんです。本性です。キャラなんです。本性です。ここに家具がいろいろ並ぶと思うんですけど、うん、どんなテーマにしたとかあるんですか？どんなテーマ？はい。気になってる子もいると思うんですよ。なつきちゃんどういう部屋にするのかなとか、うんうんうん、早くルームツアーしてほしいなみたいな思ってる方もいると思うので、まあ、ちょっとだけね、まあ、どういう風に家具を選びしたとか。まずは、今は黒白系じゃん、うん、そうね。だけど今選んでるのは、黒はまずないです。おー、珍しい。まあ床の色とかも考えて、黒はちょっとないです。結構あったかいフローリングの色してるよね。うん、ね、黒は入れてないです、まず一旦、うん。だからちょっと雰囲気が変わるかな。確かに。って感じです。ちょっと可愛くなるんじゃない？そう、可愛い。ベッドが、うん、ベッドも可愛いんです。何気分けを言うの？これこれこれ。今日は何だったのか？今日は、ドレッサーとジェスチャーです。ジェスチャー。ジェスチャー。ジェスチャーです。で、カーテンとベッドが同時に届くんで、うん、あ、いい、もう完成します。そうだね。そう、だからソファーと机を今から決めたいと思ってます。うん、バスタオルとかもさ、そうじゃなきゃね。色々さ、それ、食器とかさ、家具も何もない。でも本当にねんねは自分のね、最小限で頑張って。はい、そう、最小限で頑張ってます。あの、東京インテリアのベッドにしようかなって最初悩んでたんですけど、うん、それも、うん、めっちゃ高かったので、やめました。なんかなるべく抑えながら選んだらしいです、ね。でも可愛いんで、皆様、うん、ぜひお楽しみにください。お楽しみにください。お楽しみにください。無装備じゃないけど、みんな多分気になると思うので、うん、まあ、ある程度の家具が揃ったじゃん。揃ったら、紹介できるぐらいになったら、サブちゃんでなんか、したいと思います。ミミも来年、高校卒業して一人暮らしするって言ったら、マジでここの近くか、本当にこの一個下とか、横とかに引っ越してきそうで怖い。空いてたら引っ越してきそうじゃない？いらない。怖っ。怖っ。冗談だけど、ミってことです。そしたら、ルイカが寂しくなっちゃうんで。そうだね。ルイカも住めばいいんじゃない？結局一緒かいって。確かに。一人暮らしじゃないわ。マジで料理しね。マジでします。でもしさ。だから最近、あの、TikTok の料理とか、まあ見ていいねしたりして。だけね。はい。でも私もやればできるんで、やっぱり。じゃあさ、ねえねがさ、ご飯作ったら呼んで。え、マジ呼んであげる。うん。ルイ君もね、また来た時に、うん、ねえねの住み込みますとか、そういう企画もね、いろいろできる。確かに。いろいろ幅が増えるんで。そう、幅増えますよ。企画も増えるし、楽しくなるんじゃないかなと思います、はい、あの、みんな、うん、サブちゃんでもこう言ったんですけど、うん、みんな、あの、なつきちゃん引っ越すから、うん、じゃあみなみちゃんと動画撮らないんですかって言ったら結構来てるよね。ですけど、まあそんなことはないよねっていう感じで、会わないということはないんだよね。ないんだよね。そう、うん、ないよね。動画も撮ったりするし、うん、一緒に出かけたりもすると思うんで、うん、皆さんご心配なく心配なく TikTok とかはあの、会って撮らないっていうことはあんま
まり、ジェネがすっぴんだったらあっても撮らないけど、私は日々、日常すべて TikTok で撮ってるので、はい、確かにね。あったらまあ撮ると思います。うん、なので、あんまり変わんない。うん。皆さん安心してください。安心してください。ということで、ドッキリ仕掛けられちゃいましたーん。いやいや、美味しそうなの。さ、くさ。だって一人でここにいると思ってたからさ。あ、そういうことね。そう。よかったって感じ。あったって感じ。はい、終わりまーす。せーの、スタンプくれて。ありがとうございました。それでは。